時刻は8時25分です。おはようメンバスからお送りしております、はい、さあ今日は5月1日いよいよ令和がスタートということ で、ね、今日のメールのテーマは令和というテーマでいきたいと思います、はい、ラジオネームトゥーパンプさんからいただいていますよ、はい、新元号になって初めての朝この番組をガラス越しに観覧していますと。ありがとうございます。今日はたくさんの人が来てますね。ねえ、ゴールデンウィークだしね。新元号令和が発表された時、安倍首相のね、お話で人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味を込めたと説明がありましたと。これはラジオにも通じると思います。地域密着型であり防災放送としての機能がある M ウェーブをあーちゃんのおかげで聞くようになりました。そしてリスナーとしてメールを通じて番組にも参加できることも今の私のね生きがいだそうです。すごい。これからも身の丈ですが地元の人のためになれるよう楽しいメールを送れることができるように自分なりに精進したいと思いますと。ありがとうございます。令和の意気込みを教えてくれました、うん、ありがとうございます。ね、本当に皆さんあってのお宝でありますからね、うん、これからもね地域密着型という、うん、トップとして防災放送としても頑張っていきたいと思います。令和でもよろしくお願いします。